スキール・ニルの歌の一場面。ゲルズは、北欧神話に登場する北条神フレイの妻となった巨人の女性である。その名前は、柿で囲まれた発祝されたコーチを意味すると考えられている。彼女はあらゆる女の中で最も美しいとされ、彼女の腕の輝きにより空と海が明るくなったと描写されている。スノーリの言った第一部、ギルビタブラカシ第37章によると、 ゲルズの父はギュミル、母はアウルボザという。母は山の巨人と言われている。伝承によっては、フレイが殺したとされる巨人ベリが彼女の兄とされる場合がある。スノーリのエッタ第二部、死後法では、エーギルに招かれたアース親族の女神の一覧にゲルズが含まれている。しかし、コエッタの ロキの口論序文で同様に挙げられた、エーギルの館を訪ねる神々と妖精の中には、ゲルズはいない。また、第一部、ギュルビタブラカシ、第三十五章で列挙される女神の中にも、彼女の名前はない。ユングリング家の佐賀によると、フレイとゲルズの間の息子は、フィオルニルという。フレイが彼女に求婚した権威は、コエッタの、スキールニルの歌、および、ギュルビタブラカシ。 第37章で語られている。講座、フリズスキャール部から戯れに、ヨトゥンヘームを眺め、ゲルズを見つけたフレイは、彼女の美しさに一目惚れをし、別室会のスキールニルを求婚のために差し向ける。彼女は、スキールニルから11個の黄金のリンゴやドラウプニルを、送られてもフレイの愛を拒んだが、スキールニルは、最終的には、 呪いのルーン文字を刻むと脅したため、ようやく、バリの森でフレーと会うことに同意した。この物語は、天と地の、聖婚を表していると考えられている。つまり、冬の凍った大地の中に閉じ込められていた生命が、春に、暖かな光を浴びて蘇ることの象徴であるという、解釈である。また、二人が会う、バリの森の、バリは、バルが語源であろうと考えられている。 ありがとうございます。